祖は星の流れを集めて筆先を作り、発音と数の記号を書きました。祖は星屑を集めて川を作ると、善と義に属する者は川上に、悪と不義に属する者は川下にあると定義しました。それ以降、万物はそれぞれの属性を授かり、人々は善悪と利害を知ることができるようになりました。これが3日目と4日目です。愚木参加、これが二つ目の劇のようね。情景もさっきと違うね。周りの装飾がちょっと整理されてる。続いての物語は権力をめぐる争い。ピノコニーには木、草、花、鳥、獣、果実、虫の七大クランが次々と現れました。しかし流刑の地に本当の意味での平和は訪れていなかったのです。この歴史は入り乱れていて複雑すぎるので、偶話の形で皆さんにお見せしましょう。家の当主はカンパニーに身を寄せ、自由と引き換えに生存を求めようとしました。しかし長男によって撃たれ、彼が当主の座を引き継ぐことになったのです。
そいらっしゃいました。流刑の地の秩序は非常に乱れており、内も外も常に問題を抱えていました。七大クランは表面的には統一されていましたが、実際にはそれぞれが独自の政治を行い、絶えず争っていました。いた、楽しいですか。立ちなさい。いずれ風に吹き落とされる。さようなら。人体は皆脆いがゆえに美しい。やルーサン家の当主はカンパニーに身を寄せ、自由と引き換えに生存を求めようとしました。しかし長男によって流刑の地の秩序は非常に乱れており、内も外も常に問題を抱えていました。七大クランは表面的には統一されていましたが、実際にはそれぞれが独自、最初に内戦から淘汰されたのはプラム家でした。ルーサン家が企てた白い砂漠事件によって、彼らは永遠に歴史の一部となったのです。ある種あなたを土で作る、私を炎で作ったからです。あなたよりも尊いのです。ゴフェルがファミリーを率いて流刑の地に来ると、五大クランは次々とそれに属するようになり、ピノコニーはついに夢の地という新たな名を冠することができました。よっ、鳴り響き天木図法。外から来た客人、どうかこの屋敷を隠れている先導者の毒から救ってくれないか。え、あんたたちを助けるってどうすればいいの。彼らに理性を取り戻させ、もう偽りの支配に操られないようにしてほしい。第2幕はピノコニーが夢の地へと変わっていく過程を描いているようね。その中でファミリーの到来は重要な役割を果たしているみたい。でもこの新しい主人ってろくなやつじゃなさそうな気がするんだけど。これこそがサンデーさんが言葉の裏に隠してることなのかもしれないわね。調和はピノコニーを変えたけど、そのやり方は昔の慣習と変わらない。それってつまりこのひざまずいてる人たちを全員冷静にさせないといけないってことだよね。
あなたはいつかお戻りになるのですよね。私は永遠に見守っています。この忠誠心に対してあなたから褒賞をいただけるまで。この人形は反応がないみたい。間違えたんじゃない？この人形は反応…ある日、あなたが見ないなら、これ以上報酬を集めはやめます。私に属するべきもの、全て自分の手で手に入れる。主が戻ってこなければ私は自由になれる。でも主の導きなしに私は誰のために歌えばいいの？主のために歌うべきだわ。かつてあのアイオーンが高貴な声を銀河に響き渡らせていたように。自分自身の主になるか、かつての主を迎えに行くか、そのどちらかです。新しい主に服従するつもりはありません。主がいなければ誰が私に自由を与えてくださるのでしょうか。主がいなくなって私は自由になれた。でも主の命令がなければ誰に正しい道を尋ねればいいかもわからない。主はもういない。ああ、もう私には主がいないのね。新しい主を見つけ忠誠を誓うべきだわ。俺はかつて全ての使用人の中で最も忠実な兵士だった。主が追放された後は俺が代わりに人々の権力を握るべきだ。過去の主はもういない。なのにどうして俺は人々が作り出した幻影を恐れてるんだ。ありがとう、外から来た客人たち。これで使用人たちは自分の理性を取り戻した。みんな、君たちの前の主はもう戻ってこない。正しい道のために助け合い、真理をもって励まし合う者だけがお互いに完全なるものを手に入れられる。偽りの幻影に打ち勝ち、互いの抱擁を受け入れるのだ。気をつけて、また戦いが始まるわ。立ちなさい。今日が出た消化醤油。さようなら。
とす。すべてを照らさん。痛くないの？落ち着いて。残念ながら彼らは最後まで自由の権利を与えられただけの奴隷でした。ここまでが第二幕。儚い調和の中で流刑の地は少しずつ宴の星へと変わっていったのです。今のはピノコニーが徐々にファミリーのものへと変わっていく過程ね。調和が来たことで流刑の地は大きな変貌を遂げた。でもこういう変化は何もかもがプラスに働くわけじゃないわ。こいつ本当に劇を楽しんでるみたい。一族みんなベテラン役者にも劣らないんじゃない？